こんばんは。2023年1月11日です。スーパーに買い出しに行きたいと思います。スーパーまでは自転車で、まあゆっくり走って3分ぐらいですね。3分ぐらいでダッシュで行くと2分30秒ほど、そんな感じです。じゃあスーパーまでレッツゴです。無事に買い物ができました。夕日がとっても綺麗です。クリームパン半額ゲットできました。スーパーから戻ってまいりました。卵です。玉ねぎです。牛乳です。マヨネーズ。ソースにキャベツ。このキャベツ結構半分でも結構重量があって、身がびっしり詰まっていいキャベツでございます。はい、では早速これを、玉ねぎを切り刻んで、キャベツを切り刻んで料理をしていきたいと思います。半分にして、しました。はい、次はキャベツでございます。キャベツを切っていきたいと思います。まず芯を切り抜きます。今回は半分は、千切りにして今日の晩ご飯に食べたいと思います。のキャベツはちょっとぶつ切りで、まあこれで1週間ぐらいは多分
保存できるかな。ハンバーグです。オリーブオイルをちょっと入れまして、明日で切れるのでダブルハンバーグでいきたいと思います。完成。目玉焼きが失敗に終わりましたが完成です。それではデリシャスソースをかけていただきたいと思います。それでは皆さんいただきたいと思います。まずは、普通のハンバーグからいただきます。うん、うまい。うん、デリシャスハンバーグです。マルシンハンバーグです。うん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。